しょ。こんにちは。ほ。こんにちは。今日も一日お疲れ様。ありがとう。ちょっと今日はメイクしようかなと思って。まあ夜も本当は配信したいんだけど、ちょっと時間が読めないのでかなり遅くなっちゃうかもしれないから、ちょっと先にね配信しとこうと思って。こんにちは。まあ全然20分ぐらいね、20分ぐらいにまでです。20分25分ぐらいまでです。メイクします。まあメイクするだけなんですけれども、よし。あっつ、ちょっとさ、さっきまで暖房つけててさ、暖房を消したけどまだなんか暑いわ。よし。さてメイクをしていくぞ。めっちゃすっぴんね、これ。ちなみにあカラコンだけつけてるんだけど、めっちゃすっぴんです。あんまなんかさ、すっぴんは本当は隠すものなんだろうけどさ、なんかそこに関して私マジでさ、別にあれなんだよね、そんなに嫌悪感ないんだよね私。すっぴんを晒すということに関してねそうそうそう、うん。昨日初めてお話し会来てくれた方、コメントありがとうございます。そう昨日もね、初めまして多かったよ。そうそう、嬉しかった。まあ別に今日、そうそう、これからお仕事なんですけど、ちょっとあっちでもメイクするので、カラコンが動くな。乾燥してる。別にあの、そう、軽いやつで。ちょっと時間あるからメイクしちゃおうってぐらいの感覚今私時間なくなったんだけど、最終的には。ギフトもありがとうね。ありがとうございます。今ってあれだっけ、まだガチャガチャの期間だっけ。多分ギフトの種類的にそうなのかなと思って。いててて。
ターガチャね。明日までなんだ。そうか、もしかして冬バージョン最後。なんかいつもさ季節ごとじゃん。冬バージョン最後じゃない？今のアバター気に入ってる。私が描いたやつじゃん。描いたやつっていうかデザインしたやつじゃん。嬉しいね。いや可愛いよねそれ。普通に私もお気に入りだわ、そのデザインアバター。なんかなかなかそういう機会ないじゃん、その自分のデザインしたものをその公式のアバターとして採用されることってやっぱなかなかないから、それがすごい嬉しくてね。ひのちゃんアバターやっと出てきたよ、よかった。そうね、そっか、まあ NGT って出やすいはずなんだけど、まあNGT だからこそだよね。多分他のグループだったら私諦めるわ、普通に無理無理無理っつって、100分の1とか無理って思っちゃうわ。しかもね、男の子と女の子バージョンあるからさ。そう、なんかお目当てのものが来る確率がプラス倍になるからな、かける2になるから、メンバー数かける2。まあ、被りがないからまだマシだけどね。アバターだからさ、可愛いブリブリ系のアバターは使いづらいか、ちょっと男性諸君には、大人の男性諸君には使いづらいだろうか。まあアバターだから別に何でもいいと思うんだけどね。こう見るとひのちゃんって眉毛キリッとしてるイメージ気がする。せやろ。そうなの。でもこれ眉山消してんだよ。
だからもっと本当はキリッとしてます、うん、あ、うん、多分人と比べて眉と目の印象が、印象じゃねえわ、眉と目の距離が近いの。だからね、すごい凛々しい感じに見えるよ。なんかあのイケメン急に何の話ってなるんですけど、イケメンな人って眉と目のが近いんだって、距離が。なのでイケメンになります。無理です、はい無理です。そうでもね、なんか結構そうらしい、男前な人ってここの距離が近い人が多いんだって。で逆にそのここの距離が離れてる人の方がすごい優しく、優しい印象になる、うん、らしいよ。なんかだからいろんな俳優さんとか見てみると、俳優さん女優さんとか見てみると、なんかそのかっこいいイメージのある俳優さん女優さんってここが近かったりするし、なんかこう優しげな印象がある人はここが長い、長いというかここの距離がね長い人が多い。メンバーもそうだね。結構ね、絵描くときもここの長さをこう結構気をつけると、かなりわかる、そのメンバーに寄せるとね。あ、眉毛先やろうと思ったのにアイシャドウ引き始めちゃった。アイシャドウ引き始めた。全然なんかさっきから日本語間違えてんだな。あ、いますから。なんかもうない？嘘。そんなわけない。今は眉毛の色をね明るくしてます。髪色に合わせてるんだ。髪色を染めてからね、結構そのメイクとかをかなりいろいろ試してみたんだけど、結局まつげとかアイラインはね茶色より黒やっちゃうね。そっちの方がなんかこうパキッと似合ってる気がしちゃうから。あとはまあ衣装に合わせてメイクのアイシャドウの色を変えるんだけど、今日はね紫っぽい感じで、よいしょ、うん、明日は公演だからどうしようかまだ悩んでるよ。私的にはこの涙袋が大事で、全然違って見えない左と右で。
全然違うくない？わかる？めっちゃ違うでしょ。そう、今こっちが涙袋書いて、こっち書いてないんだけど、まあ書いたというか影をつけたって言ったらいいかな。ないことはないから、うん、そうそう、あるにはあるんだけど、それを目立たせるためにこうやってちょっとアイシャドウで影を描いてあげると、お目目が大きく見えます。いい時間だ。どうしようかな。あとは他のは、ちょっとだけ。こんなもん。落ちちゃうでしょ。まあ他に今これはやったのはベースメイク、下地、コンシーラー、ファンデーションと眉毛、眉毛は眉パウダー、パウダー、眉パウダー、これ何ていうのこれアイブロウパウダーと眉マスカラで、アイシャドウを下地と上まぶたのとこと、あとアイシャドウ、涙袋作りアイシャドウをやりました。あとはやるのは、マスカラ、これ何ていうんだ、シェーリング、ハイライト、マスカラ、アイライナー、アイシャドウのキラキラ装飾バージョンチーク、リップですね。まあ、今日はちょっとまあベースだけやっていこうと思ったので、このちょっとだけの感じで、4時20分のアラームをつけてたんだった、忘れてたびっくりしちゃった。よし、よっこいしょ。まあこの後の作業を楽にするためのメイクだったのでそうそう、なのでこんだけやれたら、あとは私が楽にあっちでメイクできるので、よし、ということでみんなありがとう。まあ、今日は夜配信できたらなって思うけど、なんかそんなに早い時間にはできなさそうなので、まあ、またやるってなったら、まあ、ゲリラになっちゃうと思うけど、まあ、Twitter か、まあ、配信通知をオンにしててください。よし、雪降ってんの？マジ？やだはい、ということで、じゃあまた明日ね。また明日ねじゃない、また後で、13位タカさん、12位 K13、 11位 K3、 10位アンズさん、9位みーちゃんさん、8位突破球さん、7位大関さん、6位米沢二郎さん、5位秋田の深夜パンさん、4位ノンさん、3位東吾さん、2位市田さん、
1ヒーツさんありがとう、ギフトもありがとう。ということでまた後でバイバーイ、いってらっしゃい、行ってきます。今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろ頑張ろう、夕方からも頑張れ、バイバーイ、月曜日応援してるよ、じゃねー。